遠くで見ると遠くで見るとプリンみたいじゃないですか、富士山って。近くで見ると山って感じ。丸っこい。おはようございます。おはようございます。ひろこさん、はい、あそこに見えるのは富士山です。あ、見えてますね。見えてます、はい。ここはどこでしょうか。富士天です。正解です。正解。富士山の方と富士天です、はい。今日は、1級を取りたいということで、まあ、2級をその前に取らなきゃいけないのでまず2級から、うん、だから富士天さんに来て2級を取りに行きましたということで、うん、頑張ってください。頑張ります。今日は2級検定なんで、はい、講習内検定なんですよ、はい、知ってます。この前、そういう教わりました。オムさんに。ピロコさんは、うん、もともとね、パウダーが大好きでね、そこっちばっか滑ってるんだけど、はい、ちょっとね、こっちもやろうかなと。そう、しっかりね、パウダーでのターンに活かせるかなと思って、うん、そうですね、うん、で、この間オンラインレッスンして、うん、まあ、オムさんからオンラインレッスンしてもらって、うん、ちょっとアドバイスをもらって、うん、なんだっけ、立ち上がらないって言ってた。あ、切り替えのところで、うん、グーって縮んだ後、ぴょってぴょってぴょって立ってると思うんですよ。てかでも1級目指してるから、うん、あれですよ、そもそも勝てんじゃないと。ええだってそうじゃないですか。ギリギリでいけますよ、フラット、うん、じゃあ、まあ、とりあえずの目標はフラット合格、うん、ウォーミングアップでミドルターン。今アップしましたけど、あれですね、なんか所々凍ってんだか水溜まりなんだかわかんないところでしたね。透明になってるね。あそこ危ないっすね。ということで、はい、10時半になるんで、はい、これから検定で、はい、どうですか、緊張してる。ちょっと緊張してる。大丈夫です、うまいから教えてもらってなんとか頑張ります。今日講習内検定なんで、うん、先生に言われたことを、杉地先生。そうそうそう。うん、じゃあね、僕は知って、付き合い長いんで分かるんですけど、菅野さん考えすぎるから。あ、そうそう。考えすぎない方がいいと思う。考えすぎない方がいい。よく分かんなくなっちゃうんですよね。そうそうそう。で、リラックスして頑張ってください。頑張ります。いってらっしゃいませ。はい。ということで、これから検定に入るんですけど、もう緊張してますよ。緊張してますよ。失礼しますよ。めっちゃ伝わってきた。やばい。やばい。ちょっと帰りたいかな。帰りたい。じゃあ見事合格して、うん、コーヒー飲みましょう。コーヒー飲みたい。はい、じゃあ頑張ってください。はい、僕は遠目で見てます。はい。はい、今。スタートしてすぐにターン入っちゃったんで、最初スピードに乗っていいとアドバイスを受けました。もう緊張がこうマックス持ってます。講習内検定ということで、そのターンの入りがやっぱり特に緩斜面なんで、そこからの入りがちょっと早く入りすぎてる。で、ただ後半はすごくリズム作れてるのでってことで、最初を待ちましょうっていう風にアドバイスでやっておりました。おお。今の方がバッチリです。おお、褒められた、はい、今良かったよね。よかった、よかった。スピードが出た、今の方が褒められました。あんな感じ。なるほど、このバーンでショートターンを行くらしいです。じゃあ菅野さん頑張って。さあ菅野さん、ショートターンスピードを最初つけてというアドバイス。いいんじゃないの、かっこよく潰れてますよ菅野さん。
めっちゃ不安なんですけど。ショートターンやって、うん、はい。めっちゃ不安。もう心臓飛び出ててました。飛び出てました。見えてました。見えてた。だってね、心臓がバズバズして肋骨にぶつかってドンドンドンってなってた。でそれもう出てたよ。先生がなんか書いてたから緊張しちゃう。それが緊張する。確かに。うん、何書いてんだろうと。見られてる。見られてる。リラックスして頑張ってください。はい。ミドルターン。スカンさんミドルターン。スピードをつけて。また緊張しちゃった。さっきよりか振動出てなかった。中間、フリーランは中間地点にいるって言ったんですよ、先生が。あ、そうですね。だから、あんま緊張しないかも。あ、そうですね。見られてるから。そうそうそう。楽しく行っちゃえばいいかな。そうそうですね。その方がいいっすよ。うん、いやでもショートターンの時より心臓飛び出てなかったんで。本当？うん、そうっす。心臓 50% ぐらいしか出てない。はい、大丈夫です。結構でも緊張したよ。いやでもショートアウトはもうガチガチだったんで。ガチガチだった。もう体が動かなかった。頑張ってください。最後でしょうか。頑張ります。はい、さあ菅沼さんの番になりました。もう最終種目フリー。いいね、スピードをつけて。大きいターン。最後ショート。おお。緊張しましたよ、やっぱり。いいじゃないですか。いいじゃないですか。やっぱ緊張しました。あとは結果を楽しみで。そう。はい、でもやっぱ中間にいるからちょっと緊張感が薄れた。緊張との戦いですね。今、検定の方が終わりました。失礼いたします。ありがとうございました。お疲れ様でした。今から結果発表ですよ。自信のほどは。ごぶごぶ。ごぶごぶ。あ、見てきました。はい、じゃあ発表していきます。いきます。はい、ミドル、65。はい、ショート、65。はい、フリー、65。あ、フラットゴールです。フラットで。とりあえず。おめでとうございます。ありがとうございます。バッチもらいました。バッチを。バッチって本当にバッチもらえるんですか。そうだよ。おめでとうございます。65フラット。フラット。やばいじゃん、1級。1級はちょっとどうしたらいい。何が足りなかったか。どうしたら加点つくか。どうしたら一級が動くか。いいですね。今日の動画を、うん、おみさんに見てもらって、ちょっと修行つく。そうです。はい、で今とりあえず合格ということで、そうです。一級に挑戦するチケットを手に入れたということで。そうです。はい。